はい、今回紹介するのはですね、なんとシナモンマスクになります。こちらです。じゃん、ちょっと見えないんですけど、ダイソーでゲットできる商品でございます。ダイソーでゲットできるシナモロールの立体マスクです。皆さんどうも、ルータンこと桜バルリです。始まりました、桜バルリチャンネル。今回もご視聴いただきありがとうございます。よかったら最後まで見ていってください。はい、今回の動画はですね、シナモン紹介動画になります。私はですね、キャラクターの中だとシナモンがもう本当に大好きで、こうやってね、たくさん持ってるんですけども、こうやってね、せっかくたくさんあってです、ファンの方にもいただいたりするので、せっかくなんでこの YouTube でも紹介していこうかなと思います。なのでよかったら最後まで見てってください。はい、今回紹介するのはですね、なんとシナモンマスクになります。こちらです。じゃん、ちょっと見えないんですけど、ダイソーでゲットできる商品でございます。ダイソーでゲットできるシナモロールの立体マスクです。で、ちなみになんとね、大人用なくて、キッズ用サイズ3枚入り。もうね、ちょっと多分キッズ用だから合わないとは思うんだけど、大きさ的にね、多分どんなもんかと思ってちょっと買ってみました。なので今日はこちら、ダイソーでゲットできるシナモロールの立体マスクをご紹介していきたいと思います。はい、なのでまあダイソーで売ってるので108円でゲットしました。で、3枚入りということなので、ちょっとね、開けていきたいと思います。全部出しちゃった、大丈夫かな。こんな感じ、1枚出して説明すべきか。こんな感じです。いやー、これちょっとキッズサイズきついよね。けどめちゃめちゃ可愛くない？ちゃんと耳でさ、この結構耳下までカバーできるようになってて、で、お顔があります。で、ちょっとね、映像だと伝わりづらいんだけど、この外側は若干水色になってます、ガーゼが。で、中はしっかり白になっています。これがですね、感染予防対策で、ウイルスだったり、その花粉 99% カットフィルターって書いてあります。めちゃくちゃ最強じゃんね。もっとこれさ、大人用サイズも販売してほしいぐらいね。はい、なのでちょっと早速、ちょっとさ、大丈夫かな、ちぎれたりしないかな。やばい、ちょっとね、ゴムがあれかもしれない。いや、これアウトでしょ。あのさ、透明はまだあれかもしれないけどさ、なんていうの、耳のゴムがめちゃくちゃね、ちょっとね、苦しい。そう、ちょっとだから張ってますね、すごい。ほら、わかるかな。ちょっとさ、シナモンっていうのももはやあんまり伝わらないしさ、なんだろう、ちょっとね、こう下、鼻がちょっとこんにちはしちゃう。そうで、なんかめちゃくちゃね、このやっぱ紐がね、子供サイズに作られてるので、ちょっとわかりづらいね、光の方が。どこなら伝わるかな。あ、横からだと分かりやすい。分かりますか？この鼻が結構ね、出てきてるんだよね。あとこのゴムもすごいね、ピーンって伸びてるから、ちょっとね、で、なんかちょっと息するだけでみたいな。シナモンがすごい、ちょっと、デザインはめちゃくちゃ可愛いし、普段使い、したいけど、ちょっとこ子供サイズだからね。けどまあ、どんぐらいのものかなと思ってちょっと試しで買ってみたんですけど、やっぱちょっとね、あれかな、きついかな。ゴムを伸ばせば、100歩譲ってゴム伸ばせばできるかもしれないけど、まあガーゼマスクなんです。使い捨てなのでね、ぜひダイソーさん、大人用もぜひ出してください。サンリオさんの公式からもぜひ、こうやってガーゼマスクしながら出していただけると嬉しいです。そして私、大量買いしますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで、今ご紹介したのはシナモンだったんですけど、このサンリオキャラクターマスクがですね、ダイソーで他に、キティちゃんの立体マスクが2種類販売されてます。キティちゃん2種類と、あとマイメロが販売されてるみたいなので、他のサンリオに好きな方も
よかったらぜひ買ってみてください。もっとね、もう顔がめちゃくちゃもうちっちゃい人だといけるかもしれないと思いますので、よかったらお試しください。ダイソーでね、手軽にゲットできますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでになります。最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひちょっとでもいいなって思ってくださった方、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。コメントも全て読んでるので、よかったら気軽にコメントしてくださると嬉しいです。この YouTube は毎朝7時に更新していますが、この他にですね、スプラトゥーン2のゲーム配信だったり、ライブ配信のアーカイブが残ってますので、よかったらご覧ください。そしてこの YouTube の他にショールームだったり Twitter も毎日やってるので、よかったらそちらもフォローお待ちしています。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。以上、ルータンこと桜葉ルリでした。バイバーイ。私はキャラクターの中だったらシナモンが